けど。いや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 、怪しいんだよな、怖い色がよ。いや、何にもしてないんですけどね。名を述べるんだ。ホロライブ5期生の雪花ラミーと申します。なんだよ、声変じゃねえ。どうしたちょっと一発目って本気ですか。いやいや本気ですよ。あなたね、あの罪状がね、こうしっかりと出てるんでですね、ちょっとここに呼ばれたわけなんですけど。何もしないですよ。何か心当たりはないんですか、あなた。いや、清く正しく生きてるんで。清く正しくあなたのですね、罪状をですね、言います、言い渡します。あなた農園持ってますね。農場持ってないですね。農場持っていない貴様の罪状は農場でやりたい放題罪だ。それではですね、こちら何が起こったというタレコミ、こちらです。大空所長、夫目お苦労様です、ということですね。5期生雪花ラミー氏についてです。彼女、以前より彼女はノエフレの間に生まれたいとのたまわっていたのですが、最近その願望が彼女を強行に走らせました。のどかに暮らしていた罪のない動物をさらい、それぞれにノエル・フレアと名付け子供を産ませ、その新たな命にラミーと名付けたのです。余罪としてですね、牛にノエルと名を付け、毎朝、乳を搾り飲んだり売りさばいたりして本当なんですか、これは。これはでもあくまでラミーの農場のノエルとフレアなんですよ。ちょっとこれね、弁明の余地はないんですか、はい、あなた。あくまでね、これはもうノエルとフレアなんですよ、うちのということはやったことはやったんですね。ちなみにね、今朝ね、あのラミーが大人になり、あの超一級の美味しいミルクを出しました。聞いてねえよそんなことお前やめろちなみにスバルもいます。いやいや、なことはいいんだよ白状しろ。やったんですね。やりました。農場内のノエルとフレアという、これはでもホロライブ3期生のノエルとフレアを意識してつけたんですね、はい、あなたこれ。正直ね、願望としてはやはりノエフレの子に生まれたい罪の意識はありますか、そこに。よくリスナーさんからは大丈夫なのかとちょっとでも自分的にもこれはライン越えかなっていうギリギリを攻めたという意識はあるんですか、そこに。正直ノエルに種付けをするって。やめろお前バカお前やめろお前お前これ余罪、罪を増やすな、ここで今さすがにちょっとリスナーさんが大丈夫なのかという声は聞こえましたけれども、あくまでね、はいはい、西のノエルとフレアなんで、これちょっと錠剤、罪状変えましょうかね、サイコパス罪でいいですかね、これちょっと話を聞いてると危険思想を持っているで、あと余罪なんですけど、はい、ノエルの父をですね、売りさばいたというのは本当ですか。今日ヨーグルト作りました。いやいやいや楽しんでるのかよこれちなみにノエルには許可取ったんですか、あなた。いや、許可は取ってないが、バレてますねちょっとおこでした。あ、ちょっと切れてるでもやめるつもりはないですね。ないですねこれはでも牧場の話なんで、牧場の話なんで。はい、それでは皆さん、回答有罪無罪で書き込んでください。いやいや、そんな判決出ました。有罪多数により、貴様を豚箱送りとする。あー、牛から豚になりましたね、これ。いや、そういう話じゃねえんだわ郵送される、どんな気持ちですか今。後悔はしてません。後悔しろ。それじゃあみんなにね、お別れを言ってください。ノエルの父は超一級、最低です。最後に一言いただいていいですか。牧場物語はいいぞ。何言ってんだお前は